はい、皆さんこんにちは。アクセル馬場研究課題のプログラムマネージャー小林光朗です。前半私がプロジェクトの運営面を中心にご紹介をいたします。馬場研究課題では光レーダーの研究開発実用化を目指しております。光レーダーは、そこに英語でありますが、ライトディテクション&レンジングというものの頭文字を取って、ライダーと呼ばれることが多いです。レーザー光を照射し、物体から跳ね返ってきた光を計測することによって、物体までの距離を観測し、それを繰り返すことで、3次元の距離情報を取得します。3次元の奥行き情報を取得する主要な方法をここに示します。本研究課題と同様の、ビームオフルライダー、その半導体版であります MEMS ライダー、それから2台のカメラで三角測量等の用いるステレオカメラ、それにミリ波レーダーなどがあります。ライダーで、物体までの距離を測定する方法には主に2通りあります。最初に上の方、タイムオブフライト、トフ方式というものは、光パルスの往復時間を計測し、それによって物体までの距離を測定するものであります。光線は単純で幅広く実用化をすでにされております。下の方、FMCW は FM とありますように、フリケンシーモジュレーションでありまして、光の周波数を変調したビームを飛ばして、物体から跳ね返ってくるときに、その周波数がずれていることを使って物体までの距離を測定するというものであります。構成がやや複雑ではありますけれども、物体までの距離に加えて、相対速度、物体の速度も測定できるなど、優れた特徴を持っております。近年、ライダーに対するさまざまなアプリケーション、距離1メートル未満から数百メートルまで、非常に関心が高く研究開発が進められています。左の半分以上のところで距離のイメージ化という括りと、それから右の方で動きのイメージ化という形で、特にこの右側の方は、振動を計測することで新しい応用を展開しようとしております。で、このような応用への関心の高まりとともに、ライダーの研究開発実用化も活発に進められております。国内外のメーカーの製品等をリストアップしてあります。ほとんどがタイムオブフライト方式でありまして、FMCW 方式は数社ということになっております。この、私どもこのビームオフル方式で、そのビームオフルのに機械を使わずに、ビーム操作をするということを特徴にしております。で、本課題の発明の性能を、メリットをこの図に比較します。距離の非常に小型にできること、それから、非常に高速にビームを振ることができることの他に、半導体技術で低コスト大量生産が可能という優れた特徴を持っております。非
械を使わない非機械式のビーム操作デバイスの主要なものをここにリストアップします。バルクの液晶や電気光学結晶を利用する方法に加えてシリコンや化合物の半導体の導波炉系をベースにするものがあります。その導波炉を使うものでは、放射アンテナをの間の位相を精密に制御する光フェーズアレイとか、導波炉の表面に解説格子を設置しそれによる放射を利用するものなどがあります。本研究課題はこの導波炉に、解説格子を使う方式でしかもスローライト効果を取り入れることによって非常に高効率、高解像、高速のビーム操作デバイスを実現します。非機械式の方式の中で光フェーズドアレイというものがありますが、それは、たくさんのアンテナ間の位相を調整するものでありまして、構成は複雑ですが、ビームの成形、そこからビームの操作、変更というものを、電気的制御で行うので、非常にレンズがいらないとか優れた特性を持っておりますが、待っております。で、欧米の各社が検討をしております。すでにライダー動作も一応報告はされております。揺らぎの克服とかそういった制御の困難さ、あるいはビーム変化解像度の向上等といった点に、課題がありそうです。さて、半導体導波炉系ですが、光に対する周期構造というものを並べたものをフォトニック結晶と言います。で、その周期構造を除いたところが光導波炉として働きます。適切にこの周期構造を設計製作いたしますと、この導波炉中を走る光の塊の速度が非常に遅くなる、いわゆるスローライトというものを発生できます。このスローライトを非機械式のビーム操作に応用しますと、解説格子だけの場合に比べてその波長や熱に対する感度を5倍から10倍程度高くすることができ、非常に広い角度のビーム変更や高速のビーム変更が可能になります。で、このフォトニック結晶のスローライト効果というものは本研究課題の馬場研究代表や小山共同研究者が世界に先駆けて基礎研究を展開し、基本発明を出願するなど、このアクセスプログラムの重要な基礎となっているものであります。本研究課題が開発した2種類の非機械式ビーム操作エレメントを示します。左側が1ミクロン未満のタイムオブフライト方式のライダー用のデバイスでありまして、化合物半導体の多層膜の1次元的な周期構造を使ったスローライト構造です。もう一方は 1.5 ミクロン体の FMCW ライダー用に開発したもので、シリコンフォトニクスの、フォトニック結晶と表面の周期構造、解説格子というものを使っております。
これらの光ビーム操作エレメントを採用した非機械式のスローライトライダー構想をここに示します。トフライダー用に反射してきたビームを時間計測機能を持つマルチピクセルのイメージセンサーで距離情報を観測するものです。もう一方の 1.5 ミクロン帯 FMCW ライダーは多数のスローライト変更器を並べてそれを光スイッチで切り替えることにより2次元のビーム放射機能を実現します。光源以外の変更器に始まり、光検出器、光スイッチ等のすべての光部品をシリコンフォトニックス集積回路で製作いたします。この両社ともスローライトと半導体技術により機械部品を用いない小型で安定性が高く低コスト量産可能な高機能ライダーを狙っております。ここまでの研究スケジュール進捗状況ですが、2019年度令和元年度の末くらいまでは、ほぼ予定計画当初の計画通り進捗してまいりました。コロナ禍の影響で遅れた分の補正で半年延長されましたが、その間は、トフライダー FMCW ライダーともにシステム的な総合的な実証や、応用に対する、検討、それから企業への技術移転共同研究等を推進してまいる次第です。研究体制です。今までお話しした、シリコンフォトニクスのコヒーレント方式ライダー、それから化合物のトフライダーのそれぞれの要素技術開発と、それからそれらを集合したような形での光レーダーシステム実証の3本柱で研究開発を進めております。これらの個々の要素開発等にも企業との共同研究、技術移転等を活発に進めております。さらに最近では、大学発のベンチャーを含めて、技術移転、社会実装に向かう企業が増えております。この間、その非機械式の2方式のビーム変更を中心に、多くの発明を行い、総合で21件の、出願を行っております。それ以外に国際出願、それから、国際出願等を行い、知財権の確保に努めております。私の発表は以上でありまして、馬場研究代表に交代いたします。はい、それではここからは、研究代表を務めております横浜国立大学馬場が技術開発についてご紹介します。今小林 PM の方からがありましたように、このトフライダーと FMCW ライダーがありまして、まずはこの FMCW ライダーの方をお話しします。こちらはシリコンフォトニクスをベースとしておりまして、そのスローライト効果で光ビームを大きく振るということ、それから FMCW コヒーレントケンパを使って、高感度性を確保するというそういう点が特徴になります。で、ちょっと技術的なことで恐縮なんですけれども、このビームを大きく振る角度、デルタシータ、シータですね、このシータっていう角度はですね、スローライト その、いかに光が遅くなったかの度合いを表す群屈折率 NC に比例するということが、簡単な理論から分かります。これによって例えば NC が普通の同波路ですと、2とか3という値なものを、20、30という大きな値にすることができて、桁違いに大きな変更が得られるというものです。これは計算の一例なんですけれども、
ビーム角度が、まあ、数十度、30度ぐらいの範囲で触れると。で、あとで申し上げますように 両側っていう使い方をしますと、その場合になりまして、まあ、5、60度の角度まで広げることができます。さらにあのビームの広がり角ですね、どのくらいシャープなビームが飛んでいくかというものは、あのこの素子の長さを調整することによってあの、小さくすることができまして、まあ、0.0 数度という大きさが可能になります。まあ、これによってそのビーム一個一個がそもそも何点こうあの、ずらすことができるか、これ解像点数と言いますけれども、今の偏光角をこのビーム広がり角で割ってあげますと、まあ、1000点を超える非常に大きな偏光角が可能になります。でこれを実際にシリコンフォトニクスを使って実現 しようとしたのがあのこの、スライドになりまして、まああの海外のファブとそれから3層圏のファブを使ったんですけれども、ここではあの300ミリの、 あの3層圏のファブのウェハーを示しています。でこれをあのフォトニック結晶というのはこの穴がいっぱい開いていて真ん中に光が通るドーハロがあるんですけれども、そこにあの非常に浅い解説格子ですね、深さ10ナノメートルというわずかな解説格子を、まあ、ウェハー全面に均一に形成することに成功しました。さらにあのスローライトと普通のドーハロというのは接続が非常に難しいんですけれども、あの機械学習の手法を使いまして、まあ、その接続が当初あの3デシベル、4デシベルぐらいあったものを、まあ、0.2 デシベルぐらいということで実用十分に低い値に抑えることに成功しています。それからあのこれはですね、フェーズドアレイとあの非常に大きな違いなんですけれども、あのこの一つの解説格子から出る光の角度をですね、さっきあのこの前の方で、このあの波長を変えたり屈折率を変えたりすることによってビームを振ることができるということをあの示しましたけれども、あの熱光学効果、シリコンの自体の熱光学効果を使って、まあ、ビームを振るということをあの特に後半期ではあの注目して研究してまいりました。熱光学効果ですと普通はですね、解説格子で振れる角度というのはせいぜい2度くらいなんですけれども、このスローライト効果のおかげで非常に大きなあの角度変化を得ることができまして、なおかつあのドーハロだけを局所的に加熱するようなあのそのヒーターの構成を採用することによって、応答速度が、まあ、最高であの数メガヘルツというあの熱としては非常に速い応答を実現しています。でさらにですね、あの今ここであのこういうこれ扇状ビームと我々言ってるんですけれども、光ビームが出た時にあのこの 長手方向にはですね、長い長さからでゆっくり光が出てくるので非常にシャープなビームになります。一方この直行方向にはあの光が強く閉じ込まっておりますので、光ビームが広がってしまいます。でこれをあのコリメートする必要がありまして、当初はあのこういうあのヒラトスレンズのようなシリンドリカルレンズで対応できると思っておりましたが、まあ、これあの実はコリメート条件が維持できないということがあの簡単な理屈から分かりまして、でこれをあの解決するためにこのようなプリズムレンズっていうものを全く新規にあの開発しまして、変更するあの全ての角度に対して均一なあのコリメート条件が得られるということを実証しております。で以上 あの基礎研究をベースにしまして、あのこのようなまず光変更チップを作成しました。これはあの、フォトニック結晶ドーハロのアレイとあのそれを囲むスイッチツリーですね、まあ、こういったものはシリコンフォトニクスで集積することが容易です。でこれをあの、基板上に実装しまして、ファイバーを接続し電気制御ができるようにしまして、プリズムレンズを搭載したというのがこの図になります。これはあの手作りでは最初 あの第一世代のドライバーなんですけれども、 FPGA を搭載しておりまして、あの現在はこれがあの、まあ、ボード1枚ぐらいになっております。でこれはあの、まあ、実際にあのビームを操作しているところなんですけれども、まあ、こういう形で2次元のビーム操作が可能になります。あのこのような広角で非機械式でなおかつあの、まあ、最速メガヘルツに到達するような高速なビーム変更というのはこれまで実現されていなかったと考えています。またあの、まあ、これちょっと実験 あの様子なんですけれども、あの、まあ、実際、まあ、かなり、初期 あの制御回路があのごついのがあるんですけれども、このスクリーンの裏側にですね、赤外ビームが当たってまして、それを手前 あのカメラであの眺めている様子です。まあ、これ実際にあの そのビームを捉えているよと、あのそれを遮ればあのビームがなくなりますよっていうものです。あとこちらは FPGA 回路でそれを高速に操作しているものでして、今これあの、まあ、線が動いているように見えるんですけれども、実際2次元変更です。であの、まあ、さらにスピードを上げていきますとこのような形で、まあ、あのこれフレーム
実際の画素数によるんですけれども、まあ、このデモの場合は10フレームパーセカンドぐらいのスピードになっています。でこの成果はですね、アメリカ の米国光学会 のオプティカというハイインパクトの雑誌の表紙に取り上げられました。ということで世界的に注目された成果になったと考えています。でこれをさらにライダーにそのライダーの部品まで集積して、最終的に目指す素子を作ったのがこちらになります。でこちらは今 の光ビームを振る領域と、それから変調器、これは FMCW で必要になる変調器と、それからバランス型のフォトダイオード、これらをすべて集積しております。まあ、さらに最終的にはですね、このレーザーも、シリコンチップ上に搭載する、ようなことも考えています。まあ、実際はですね、この変調器、これは SSB 変調というものを使いまして効率を上げておりますし、あとはバランス型フォトダイオードも、これは、実際にシリコンフォトニクスを使って集積することができております。でそういったチップをですね、これはレンズも含めてボックスの中に搭載しまして、これ実際光の部分はここにある非常に小さな領域でして、これ名刺の半分ぐらいのサイズになっています。でそれをドライバーと TIA のアンプとかですね、いろいろな電子回路を全部合わせると、まあ、結構なボックスになってしまうんですが、最終的にはこの電子回路を例えば ASIC でワンチップ化することで、そのライダーとしても名刺の半分ぐらいのサイズになるんじゃないかというふうに期待しています。で実際に即興信号がこのように得られております。でこれは去年 のサイトビジットの段階ではですね、この、まあ、アルミの角材を見たときにこんな感じで距離画像が撮れてますよということで、まあ、この段階ですと結構ノイズがまだ高くてですね、まあ、これみんなどのくらいの効率、素子の効率かということで決まってしまうんですけれども、まあ、だんだん SN が上がってきておりまして、まあ、このようにクリーンな像が得られております。それから、まあ、これは形状物体なんですけれども、まあ、これ全部オフラインでまだやってる段階なんですけれども、こういう形状物体の形がライダーのように撮ることができています。でこれちょっと反射率を高めるフィルムをつけてるんですけれども、まあ、そういったものをつけなくてもこういう形状を撮ることが現在できております。それから小林 PM の方からも話がありましたように、これは距離だけではなくて動きも捉えることができるということをここでデモしております。これ3つの振動周波数の異なる物体を置きましてですね、振動がないときには1本の FMCW のスペクトルが出てくるんですけれども、振動があるとこの速波帯のような形でその振動周波数に対応するスペクトルが得られます。でこれは距離とそれから、この振動周波数ということで物体の距離と動きっていうものを、同時に可視化したっていう例になります。我々のこのスローライトの方式と欧米で研究が盛んなこのフェーズ光フェーズドアレイの方式、これをここでちょっと比較しているんですけれども、このフェーズドアレイが非常に魅力的なのは半導体チップのみで全てをやるという点です。これに対して我々の方式は、レンズが一ついるということになりまして、これがメリットと出るかデメリットと出るかというのは解釈によるんですけれども、あえてここで説明させていただきますと、そのメリットとしてはですね、ライダーの場合には受光開口というどのくらいの面積でその戻ってくる光を受けられるかということがそのまま感度に反映しますの で我々の場合はそれをレンズで拡大することができます。光フェーズドアレイの場合はひたすらチップを大きくする以外にその感度を稼ぐ方法がないということで、最終的にチップを大きくするとどんどんコスト高になりますので、そういう意味ではライダーを目指した時に我々はレンズ1個使うということがそれ自体はデメリットなんだけれども最終性能としてはメリットになるというふうに考えています。あと制作と調整に関しては我々の方法の方がはるかに簡易な汎用的なプロセスによってそれを実現することが可能です。で現在課題になっているのはですね、この光フェーズドアレイもスローライトの方式もですね、シリコンフォトニクスの中のさまざまなエレメントを光が通過しますので、その蓄積損失っていうのが結構ありましてですね、これを地道に下げていくっていうのが今後の努力目標になるんですけれども、企業の参画によって、このあたりは徐々に減らすことができるだろうと考えております。で光変更に関する性能に関しては、かなり性能のいいものができていると考えておりまして、なおかつ変更速度が、100kHz から MHz オーダーに至るような高速性が得られているというのも大きなアピールになると思います。
次にこれはこちらトフライダーの方についてもご紹介します。これは主に東京工業大学小山先生のグループが中心になって行っているものでして、まあ、化合物半導体ガリウムヒ素系の半導体とスローライトを組み合わせています。でこちらはですねこういう多層膜型の、導波炉でして、まあ、光がこの上下の反射を繰り返してジグザグ進むときに、まあ、スローになるというそういう効果を使っています。でこちらは波長を変えてあげますと大きく光が変更するということで、波長、可変光源とのセットでビームを大きく振る光源になるということを目指したものです。でこれは3インチフルウェハーにその素子を作りまして、その1個をこのようにモジュール化して実際にビームをこのように操作したものです。これは可視光ではないんですけれども、フォスファーに光を当ててこのように映し出しています。これはカメラで捉えている様子です。でさらにこのように直線タイプでこの導波炉を長くしてやることによって電流注入すると光増幅ができますので、最高出力 10W 近くも得られていますし、このように折り返すことによって、まあ、100W っていう、まあ、半導体レーザーとして非常に高出力な出力を出す見通しも得られております。さらにトフライダーの方はですね、ビームをこう分裂させてもそれで並列化が得られますので、上にこのようなシンプルな解説格子を載せることによって最大で132度、解像点数で1800という、まあ、世界最大の解像点数を実現しています。まあ、さらにですね、光源を集積することにも成功しておりまして、今のところ集積したものを使った光ビーム変更は、まあ、3ワット程度なんですけれども、最終的にはまあこれも10ワットを超えるような高出力が得られるのではないかと期待しています。まあ、ビーム広がりも 0.05 非常にシャープなものが得られています。それから海外で新たにファブを利用することをスタートしていまして、まあ、3インチから6インチが今プロセスして可能になっています。企業との協業で、まあ、こういうモジュール化も進めておりますが、さらに東工大発ベンチャーアンビションフォトニクスを通じて、まあ、このようなライダーモジュールも製作しています。これはそのライダー今 の, この光変更光源と市販のトフカメラを組み合わせることによってですね、こういう数十メートル、まあ、実際この場合ですと最長40メートルっていう距離で十分に3次元像がリアルタイムで得られています。まあ、今おそらくですね、ビームを振るタイプのライダーとしては世界初の非機械式トフライダーと言えると思います。まあ、40メートルなんですが、実はこの時のパルス出力が200ミリワットという非常に弱い光でこれを実現しておりまして、まあ、これを10倍ぐらいに延伸できる可能性があります。あともっと手軽な応用としてですね、この光源と汎用カメラを組み合わせてあげますと、このカメラのこの、像のズレを読み取って、こういう段差プロファイルを得るストラクチャードライトというのが、まあ、これ iPhone で非常に話題になったんですけれども、まあ、この方法この光源を使いますと非常に明るい iPhone などよりも遠くの距離までをイメージ化することもできまして、これはスマートフォンなどに応用できるのではないかということが期待されています。で改めてこの研究体制と今の成果をまとめさせていただきますと、まあ、我々横浜国大のグループと、それから東工大の西山先生、産総研の岡野さんのグループ、そして企業数社で FMCW ライダー、このようなチップを開発しまして、それをシステム実験まで持っていっております。それから東工大の小山先生、まあ、こちらもスローライトをベースにしてるんですけれども、産後族半導体をベースにして企業とともに協業しながら、さらにベンチャーを設立して、製品化を現在目指しているところです。で改めてこの応用の可能性をちょっとお示ししますと、まあ、自動運転が非常に話題ですし、まあ、地図作成も重要と言われておりますけれども、その他に各種ロボット、それからドローンですね、まあ、このあたりは非常に今後の応用展開として大きな市場と考えております。それからセキュリティ関係、あとは認証ですね、あるいはもっと手軽に3D スキャンするような応用が考えられます。それから先ほども示しましたように動きのイメージ化も可能ですので、まあ、それを組み合わせてあげますと、まあ、インフラ監視、それから、まあ、こういう振動を広く捉える技術、そ
そして風を捉えるということが実はライダーでは可能なんですけれども、まあ、これもですね、この距離と動きをうまく組み合わせてやることで、まあ、風を観測したり、場合によっては塵飛沫が捉えられないか、こういうのが非常に興味があります。さらに生体の脈動 なども捉えることができますので、健康管理などにも応用可能だろうというふうに考えられます。で、現在、まあ、企業と協業しつつ、なおかつ機械システム協会の戦略策定事業というところでも現在検討を進めておりまして、まあ、ロボットドローンで非常に大きな市場がありそうだということが分かってきております。ということで現在企業との協業を促進しているところであります。まあ市場規模はですね、2025年に1兆円に迫るんじゃないかというのが三菱総研 の調査結果でして、まあ、我々もですね、モジュールもしくはライダー自体を今完成度を高めているところです。でなおかつ、それを製作する技術もしくはそれを応用する技術を持つ企業と協業を進めているところです。まあ、特にですね、距離だけではなく動きをイメージ化するっていうところで今まで協業してこなかった企業とも新しい展開が生まれると期待しております。これ最後にまとめのスライドになりますけれども、まあ、スローライトと半導体プロセスを使って二方式によって高解像度な高額な光ビーム操作を実現しました。でカゴモツフォトニクスでは塗布カメラとの併用で世界初の、ビーム操作型の塗布ライダーを実証しました。それからシリコンフォトニクスの方では、まあ、高度な光集積によって FMCW ライダーを実証しました。で現在企業との協業を進め、まあ、社会実装に向けて開発中であります。どうもご清聴ありがとうございました。はい、スローライトというのはいわゆる光の速度といいますと、普通はもうちょっと専門用語を使いますと位相速度ということになるんですけれども、ここで言っている速度というのは群速度といいまして、光が一つの塊を作っている光パルスが進む速度のことを言います。でスローライト自体はですね、まあ、今から20年ほど前に物理学会を中心として話題になりまして、その後こういうオンチップでそれを実現してデバイス応用ができるということで広がってまいりました。それで我々スローライトっていうのを非常にこうやって強調してるんですけれども、実は我々の素子の中でこの光パルスが遅くなるっていう特徴を特に使っていませんが、一つの気づきとしてですね、光パルスが遅くなる条件っていうのは実は専門用語で言いますと分散が非常に大きくなるっていうことと等価でして、でその分散が大きくなると実はビームが大きく振れるっていうことに気づいたっていうのが、この研究のきっかけになっています。で本アクセルプロジェクトが始まる半年前 のアクセル、フィジビリティスタディというところで、それに気づきまして、それを基本特許として現在までこの研究を進めてき、ておりますということで、スローということは使ってませんが、それと関係のある物理検証を使っているということが回答になります。ですね、むしろ振動する物体の周波数っていうのはそんなに速くはならないですね。どんなに速くてもメガヘルツオーダーなのではないかと。例えば特殊な非常に微細なデバイスを測ればギガヘルツに行く場合もありますけれども、メガヘルツぐらいまでがせいぜいだと思うんですけれども、実は振動が速くなるとそれだけこう中心の振動してない時のスペクトルからの分裂幅が大きくなるので、むしろ測定は容易になります。で逆に言いますと、どのくらい低周波まで測定できるのかっていうことの方が実際大変でして、その1本のスペクトルからどのくらいこう分離したものをきちんと読み取るかっていうことになりまして、私たちは今やってるところですと、数百ヘルツぐらいは普通に読めるんですけれども、例えば 10Hz オーダー読めるのかというと、それスペクトル分解するのに結構大変になる可能性があります。日本はですね、もともと半導体が非常に強い国で、その半導体をうまく生かしたフォトニクス技術で、なおかつその市場規模が非常に大きいということで、このアクセルプロジェクトを提案させていただきました。
で、この実はこのアクセルプロジェクトを始める前後に日本の半導体がなかなか苦しい状態にどんどん陥っていってしまって、その会社の方々も多額な投資がそんなに容認できる状況ではないっていう難しい状況に陥ってはいるんですけれども、この成果をご覧いただいて、これならばその半導体をうまく活かせるというふうに お感じになられましたら、かなり大きなっていうかですね、もう実はウェハ1枚日本の会社で作ると1億円っていうようなイメージになってしまうんですけれども、そういうところも全然気にせずお金を出してくれるような強力な協業をさらに期待しておりますので、どうぞよろしくお願いします。海外企業はその光フェーズドアレイが方々で研究されているんですけれども、私の中ですと性能的にはですね、実際に我々の方が勝っているところも結構あるんじゃないかなと。一番進んでいるのがアメリカ MIT のメンバーを中心としたスタートアップ企業なんですけれども、そのグループはですね、相当なメンバーと、おそらく投資家から数十億円規模の投資を受けて、おそらく開発していると思います。で、我々の性能はそれと今並ぶかちょっと上回っているような印象を自分で持ってまして、このアクセルで相当な支援をいただいたことでできているとは思うんですけれども、でもその数十億円の投資をもらっている会社とこんな感じでやれてるっていうことは、我々の方式の筋がいいんじゃないかなっていうか、かなり今後の展開も期待できるのではないかということで、ぜひ日本で、この競争を勝ち切れないかなと思ってまして、ご協力いただければと思います。